ファイナルファンタジーシリーズファイナルファンタジー V。ファイナルファンタジー V は1992年12月6日に日本のスクウェアから発売されたロールプレイングゲーム。略称は FFV、FF5、FF5 など。同社のファイナルファンタジーシリーズの本編第5作目にあたる。主人公、バッツ、レナ、ファリス、ガラフ、クルルを操作し、クリスタルが破壊されたことにより蘇ったエクスデスを倒して世界を救出することを目的としている。ファイナルファンタジー3から継承されたジョブチェンジシステムが導入されていることなどを特徴としている。ジョブ、アビリティ、キャラクターを組み合わせるシステムがファイナルファンタジー7のマテリアとファイナルファンタジータクティクスのアビリティの2つに受け継がれた原点の作品となっている。開発は、スクウェア開発第一部が行い、前作から引き継いだスタッフとしてディレクターは、坂口博信、音楽は、植松信夫、キャラクターデザインは、天野義孝、プログラムは、成田健が担当しているほか、ゲームデザインとして、ファミリーコンピュータ用ソフト、スクウェアのトム・ソーヤを手掛けた、伊藤博之、シナリオは、ゲームボーイ用ソフト、聖剣伝説、ファイナルファンタジー外伝を手掛けた、北製菓班が新たに参加している。タイトルロゴにはドラゴンが描かれている。このドラゴンは天野の画集、ジャパン、ファイナルファンタジーにて、飛竜と明記されている。後に、プレイステーションやゲームボーイアドバンスに移植され、スーパーファミコン版は、バーチャルコンソール対応ソフトとして Wii、Wii U、ニュー・ニンテンドー 3DS にて配信。プレイステーション版は、ゲームアーカイブス対応ソフトとして、プレイステーション3プレイステーションポータブルにて配信。ゲームボーイアドバンス版は、iOS、Android 用ソフトとして配信された。本作は、シリーズ初のダブルミリオンを記録し、スーパーファミコンソフトの国内売上第8位の記録を達成した。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューにて、スーパーファミコン版とゲームボーイアドバンス版は、ゴールド殿堂を獲得した。ジョブの種類及び詳細に関しては、ジョブ一覧を参照のこと。ジョブチェンジシステムとは、イベントによって入手したジョブを状況に合わせて、プレイヤーが任意に切り替えられるシステムのことである。ジョブチェンジはメニューが呼び出せる状況であれば、いつでも可能である。各ジョブには固有のアビリティが用意されており、ABPを貯めることでアビリティを覚えることができる。クリスタルのかけらを入手することで選択できるジョブの種類が増える。5のジョブシステムとの差別化からジョブアビリティシステムとも呼ばれる。ジョブチェンジシステムは本作の前に5で採用されたが、5ではジョブチェンジの際に所定量のキャパシティ値を必要としたのに対して本作ではキャパシティ値が廃止されており、特に何も消費することなく、いつでも好きなジョブになることができるようになっている。各キャラクターのパラメータには、すっぴん時において若干の差がある。各ジョブごとに各パラメータの上昇率、下降率が設定されており、ジョブチェンジした場合、すっぴんの時のパラメータを基準として、その割合だけ各パラメータが上昇、下降する。また、武器装備系アビリティをつけるとそれを使うジョブと同等の力に魔法系コマンドアビリティをつけるとそれを使うジョブに近い魔力と最大 MP に強化補正される。各ジョブには一つのジョブコマンドといくつかのジョブ特性が設定されている。ジョブ特性とはそのジョブになれば自動で発揮される能力である。フィールド上及び戦闘時に利用できるコマンドとして戦う。アイテム及びジョブコマンドの他にもう一つ。追加アビリティ枠が設定されており、習得したものから自由に選択できる。例えばナイトに、白魔法をつければ回復魔法を使え、魔法剣をつければ攻撃属性を切り替えて対処することが可能となり、両手持ちをつければコマンドは増加せず盾の装備を見送る代償に剣をより強力に扱えるようになる。このように、ジョブとアビリティの組み合わせによっては、効果的な戦術が編み出せるが、アビリティの選択を誤ると、ジョブの能力を台無しにしたり、アビリティを全く活かせなくなったりする。さらにパーティーで、どのジョブ、アビリティを組み合わせるかで戦闘スタイルが大幅に変わってくるので、プレイヤーの工夫が試されるシステムである。武器には14種類の系統、防具には4種類の系統がある。それぞれの系統に大まかに共通する特徴がある。防具には重さが設定され、それが大きいほど ATB ゲージの増加が鈍くなる。魔法は全部で7つの系統に分類される。それぞれの系統で大まかな習得方法が異なる。一度魔法を習得すると、ジョブアビリティ条件さえ整えば、パーティ全員がその魔法を使用できるようになる。大半の系統にはレベルが設定されており、習得してもアビリティのレベルを満たさなければ使用できない。以下に、ジョブ名及び簡単な解説を示す。アビリティは、戦闘中にコマンドとして使用できるものは、アビリティ名の先頭にマークがつく。同一ジョブでも、各キャラクターごとにビジュアル的な違いが多々あり、キャラクターの個性を感じさせるものとなっている。英語表記が2つある場合は、2番目が SFC 版。忍者、魔獣使い、風水師と狩人、吟遊詩人は入手可能な時期が異なる。これらは入手時期が既存のジョブとは異なるため、ガラフのグラフィックは存在しない。本作のストーリーは、ワールドマップの大まかな状態によって3段階に分けられる。それぞれのワールドマップについてゲーム中では、各世界に名称はないが、公式ガイドブックでは、第1世界、第2世界、第3世界の呼称を用いている。以下では各ワールドマップの段階ごとに要約している。このゲームの世界は、風、水、火、土の4つのクリスタルのパワーによって構成されている。1000年前に世界を消し去ろうとした暗黒魔導士 NO が操る無の力を封じるため、それぞれのクリスタルが2つに分けられたことにより、世界も2つに分割された。この分けられた2つの世界は、隕石などを使って往来することが可能。また、この世界分割により、どちらの世界にも属さない領域となっている町も存在する。バッツ、レナ、ファリスの生活している世界は公式ガイドブックでは、第一世界と呼ばれている。第一世界では、クリスタルの力を増幅しそれを利用する高度な文明が発達している。しかし、クリスタルの力の増幅はクリスタルそのものに負担をかけており、力を使いすぎれば、クリスタルを失うことになりかねないというものもいる。また、ある森には4つの要石があり、クリスタルの力を受けて、エクスデスを封じている。一方、ガラフの住む世界は公式ガイドブックでは、第2世界と呼ばれる。第2世界では、辺境の村、ムーアの近隣の大森林にある巨大な木に、クリスタルが収められており、その木は、長老の木と呼ばれている。ストーリー終盤になると、両世界のクリスタルが破壊されたことで、第1世界と第2世界が統合され、一つの世界となる。この統合後の世界は公式ガイドブックでは、第3世界と呼ばれている。この第3世界は、世界が2つに分割される前の姿であるため、第1世界、第2世界にあった町や村、建物がそのまま存在している。第3世界でないといれないダンジョンなども、第1、第2世界でその存在を確認できる。月の地名はイベントをこなした後に消滅するなどの理由で再び入ることができない場所。月の地名は第3世界において入ることができない場所。GBA 版にのみ登場する追加イベントで使われる地域。本作のエンディングは最終ボスを倒した時点でどのキャラクターが戦闘不能になっているかによって15通りに内容が変化する。ただし、これ以外の条件でエンディングが分岐するわけではなく、また、バッドエンドは存在せず、最終的にスタッフロール以降は同じ内容となる。本作にはキャラクターボイスはついていないが、別作品で声がついている場合はその声優を記載している。ここで紹介する4名はすべてプレイヤーキャラクター。バッツ、レナ、ファリスはストーリー序盤からのメンバーで、グルルはストーリー後半からプレイヤーキャラクターになる。30年前にエクスデスと戦った4人の戦士たち。エクスデスを追って異世界に渡り、そこにエクスデスを封印した。物語開始時点において、すでに病死していたドルガムをはじめ、最終的には全員が死亡する。その後の最終決戦では4人の魂が集結し、エクスデスの無を無力化し援護した。なお、作中でプレイヤーが操作可能なキャラクターはガラフのみ。次元の狭間の魔物1000年前に無の力と共に封印された NO 配下の魔物たち。エクスデスが無の力を掌握してからはその配下となった。第三世界における主要な敵対勢力であり、バッツたちの行く先々に刺客として現れる。物語序盤におけるボスモンスターたち。エクスデスや次元の狭間の魔物とは無関係。以下に挙げるのは明確にプレイヤーにとっての腕試しを目的に設定されたモンスターである。これらは同時期に出現する他の敵に比べて桁違いな強さを持つ。ストーリーに関与しないので必ずしも戦わなくてもよい。次元の狭間の特定の場所に存在しているオメガと神竜はラストボスを超える高い戦闘能力を持つ。GBA 版追加ボス GBA 版の追加ボスは他の GBA リメイク版の追加ボスと異なり、一度倒すと再戦は不可能。NO を除き、戦闘 BGM はいずれもエクスデス戦と同じ BGM が流れる。1998年にはコンビニエンスストア流通向けのプレイステーション版が発売され、1999年にはファイナルファンタジー4とファイナルファンタジー6をセットにした。ファイナルファンタジーコレクションとして一般流通で販売された。また、ゲームボーイアドバンス版、ファイナルファンタジー V アドバンスが2006年10月12日に発売されている。2011年1月18日から Wii のバーチャルコンソールで SFC 版が同年4月6日からゲームアーカイブスで PS 版が配信開始された。2012年12月18日にネット限定販売で FF から FFXE までのナンバリングソフト及び FF25 周年記念 CD やレプリカ等の限定アイテムをセットにした特別パッケージファイナルファンタジー25スアニバーサリーアルティメットボックスが発売された。2013年3月28日より iOS 版が2013年9月26日よりAndroid 版が配信開始され、2014年3月26日からは Wii U のバーチャルコンソールで SFC 版が2017年8月23日からは New Nintendo 3DS のバーチャルコンソールで SFC 版が配信された。1998年3月にプレイステーション版ファイナルファンタジー V がコンビニエンスストア限定で発売され、その後1999年3月に発売されたファイナルファンタジーコレクションのディスク2に同作品が収録されている。内容は SFC 版を移植したものであり、SFC 版とほとんど違いはないが、いくつかの部分が変更されている。主な変更点としては以下のようなものがある。2006年10月12日にファイナルファンタジー4アドバンスと銘打たれたファイナルファンタジー形態機完全移植計画の第2弾としてゲームボーイアドバンス版ファイナルファンタジー V アドバンスが発売された。キャッチコピーは風が変わる。純度を超えた透明感。SFC 版からの追加要素としてジョブの追加、ダンジョンの追加、武器防具の追加などがされている。多機種のバグの大半は修正されたが基本システムに変更はないので、やり込みについてはほぼ SFC 版と同じ戦術を使うことができる。2016年4月20日より Wii U バーチャルコンソールにて配信開始。その他以下のような変更点もある。SFC 版と GBA 版を配信。SFC 版は点滅関係の演出が変更や削除されている。プレイステーション版に準拠した内容。FF4 スマートフォンシリーズの本格始動第1弾ソフトとして iOS 版が2013年3月28日より Android 版が9月26日より配信開始した。Final Fantasy Legends 光と闇の戦士も担当したマトリックスの制作。ゲームボーイアドバンス版を元とし、グラフィック全般とインターフェースが一新されている。キャラクターについては、オリジナルスタッフである渋谷隠語による描きを起こし、その他以下のような変更点もある。ファイナルファンタジー V アドバンスに関するカテゴリー。ありがとうございます。